さあ、暗闇の海の中に入ったキャビアとヤマト、果たして魚は取れぬんだろうか。めっちゃおもろかったやん。魚はいるようだ。今のやつ食える。今のやつベラ食える。俺川上がりだからさ。俺結構川上がりだからさ。深いとこ行ったからやで。行ってくれ。行ってこい。と芋を引くダサい男であった。暗くて何も見えないが、彼には見えているのか。結果は、しても着いた。どんどん網の中に魚が増えていく。まだまだ勢いは止まらない。今度は小上がりのヤマトがついた。取った。今度は海の奥まで潜り、狙いを定め、それとこの男は一体誰なのであろうか。さあ皆さん、